100億年ぶりに体重を測ってみたいと思います。測ってないから体重計も超汚い。怖っ。怖い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 。いきます。嘘でしょ。Oh my god。信じられない。信じられない結果が出た。もうね、ほら、もう妊娠っていうぐらいお腹出てますね。やばい。夏なのに激太り。はい、ということでですね、ご覧になっていただけましたでしょうか。今の私の体重を、私身長が159センチなんですけれども、私のこの40代中盤の、今の私のベストの体重は48キロだと思っています。はい、48キロになるとどうなるかというと、私の場合ですね、体がすごく軽く感じて、見た目もですね、シュッとして見える、今よりもシュッとして見える 51.6 キロっていう数字を見て、本当にガーンって感じで、ちょっとね、原因を考えてみたんですよね。どうして太っちゃったんだろうと思って、まず第一にこれじゃなかろうかと思っているのが、私晩酌が大好きで、毎晩ですね、お酒を必ず飲むんですけれども、コリアン焼酎にハマってしまって、コリアン焼酎を飲み出してから体のむくみが結構すごくなってきて、むくみが朝起きても取れなくなってきて、であんまりその時にコリアン焼酎のせいだとは思っていなかったんですけれども、もしかしたらこれじゃないかろうかと思って、とりあえず気がついた時点でですね、すぐに飲むのをやめました。まあといって飲酒をやめたわけではなくて、赤ワインに戻したっていうだけの話なんですけれども、赤ワインを飲んでいながら、私はその理想体重の、自分の理想体重の48キロに落とすってことは何回も経験があるので、飲んでも太らないというふうに信じているものです。ちょっと賛否両論あるかもしれないんですけれども、飲むタイミングでおつまみとかをいっぱい食べなければ、赤ワインを飲むことによって太ることはないと思っています。あとですね、その太った原因としては、体重計に長らく乗っていなかった。これ皆さんあるあるだと思うんですけれども、あ、太ったな、長く乗ってないな、でも体重なんか測んなくても見た目の体重が大事だからなって思うじゃないですか。私もそう思って自分にこうそれを思い込ませて 3,4 ヶ月は乗ってなかったですね。はい、なんとなく増えただろうなっていうのは思いながらも、やっぱりナンバーとして直視したくないっていうのがあって、であともうちょっと軽くなったなって感じてから乗ろうっていう、これもあるあるだと思うんですけれども、今ちょっと太ってるから乗るのやめよう、ショック受けるしっていうふうに思って乗っていなかった。これも太った原因だと思っています。最近の食生活を振り返ってみると、夜はドカ食いはしないけれども、でも普通に炭水化物も食べてたなって思いました。私今回のダイエットをするにあたってですね、実はね、すごく高をくくってた部分があって、まあ、今までそのダイエットの経験も何回もあるし、自分の痩せ方みたいなものは分かってるつもりだったんで、まあ、簡単に 3.6 キロぐらい簡単に痩せるだろうぐらいに思ってたんですね。ということで自分に2週間の猶予を貸して、この2週間に 3.6 キロ綺麗にスパッと痩せて、そして動画をアップしよう、痩せましたみたいな感じで思ってたんです。ところが本当にもう申し訳ないです、ごめんなさいって言いたくなるぐらい、もうとんでもなく痩せなくって、今回最初に体重計に乗ってショックを受けたあの日からですね、もうスパッと自分のマインドを切り替えてダイエットに突入したんです。それがかれこれですね、もう7日8日前9日前か、はい、さっきも言った通り、私は自分に2週間の猶予を貸してこれで痩せるというふうに思っていて、なので今週の動画をアップする段ではもう私は痩せましたよ、こうやって痩せましたよみたいな動画を本当は出したかったんです。ということでですね、残念ながらというか、ダイエットの期間を延長する必要があります。もうちょっとダイエット期間をいただいてですね、私がきっちり48キロに痩せられたら、それを私はこういうふうにやって痩せましたみたいな感じでお話しできたらいいなと思っています。私の中でその48キロっていうのが私のベスト体重だっていうふうに自負してるんですけれども、昔はですね、その昔は47キロがベスト体重だったんです。でもやっぱり年齢を重ねて40代中盤になって、でこの年齢でですね、昔と同じ47キロになるっていうのはすごくもう喉の骨も出ちゃうし、ゲソッとして見えるし、受け老けて見えるんですよね。例えば出産前とか20代とか30代の体重から比べてプラス3キロがいいっていうふうによく
言われてると思うんですけれども、私の場合は3キロプラスになってしまうとかなりぽっちゃりしてる自分の中ですごくちょっと許せない範疇に入ってきてしまうので、いろいろ経験をした結果、私の中で48キロがベストだと思っています。まず第一に体が重い、もう何をしていてもお腹の肉が邪魔、背中の肉が邪魔っていうのがすごくあって、それが本当に気分が悪いんですよね。自分 その生活をしていく上で無意識のうちですごく気分が悪いなっていうふうに思っている。あとですね、その最近 YouTube を始めて自分をこう客観視するようになって、この間ボツにした動画があるんですけれども、それでノースリーブを着てたんですね。その時も腕のやばさ、本当に。あとカメラを下に設置して下から撮ってるアングルの時のこの二重顎のひどさ、本当にね、出せたもんじゃないよっていうような写りになっているので、ボツになったものがいくつもあるんですけれども、もうそんなことで、ボツにしたりとか嫌な気分になるんだったら、しっかり痩せようじゃないかっていうふうに思いました。あとですね、これ結構私の中で大きな理由なんですけれども、太るとまず洋服が似合わなくなる、そしてメイクも似合わなくなる。これに私結構尽きるかなっていうふうに思ってます。体を隠すばっかりのファッションとか、私太ってるからこのちょっとシルエットが出るような服は着られないとか、そういう足かせが嫌なんですね。自分が好きだと思った服をどんどん着ていきたいと思っているので、体型を理由にですね、その着たい服を諦めるっていうのが私はすごく嫌で、でそれが洋服でしょ。でもう一つはそのメイクが似合わなくなる。本当にこれも本当に私実感してるんですけど、どんなに綺麗な仕上がりのメイクでも、どんなに肌が綺麗に整っても、太るとねメイクが似合わなくなるんですよね。やっぱりそれは二重顎だったりとか、鏡を見ても本来の自分の目指してるビジョンと変わってきてしまう。オーストラリアこれから夏 で12月になってから私は自分の誕生日もあるし、あとビーチに行ったりとかね、旅行に行ったりとか、そういうイベントごとも控えているので、今のこの時期に痩せないと本当にちょっとこの夏エンジョイできないなっていうふうに思ったのがあります。具体的にじゃあどういうふうにやって痩せていくつもりなのか。炭水化物を制限する、夜に炭水化物を取らないっていうのと、あと日中に摂る炭水化物に関してはご飯は玄米を食べる、量もお茶碗フルではなくて軽く、日中の炭水化物の摂取に関しては気持ち気をつけるぐらいのレベルで私はいいと思ってるんですけれども、夜の炭水化物の摂取に関しては割とストイックに取らずにいきたいと思います。もうすでにダイエットを始めてるにもかかわらず全然痩せてないっていうのの範囲の一つとして、気づいたのが、夜ベッドに入るときに全然空腹を感じない状態で寝てる原因の一つだろうなと思ってる確信が本当にあるんですけれども、経験上ですね、夜ある程度の空腹感を覚えた状態で寝る、夜のご飯を食べる時も満腹にはならず、食事もできるだけ7時前には終わらせるようにして、で夜ベッドに入るタイミングではある程度お腹の空いた状態で、寝てみようと思っています。あとエクササイズですね、週に4回は必ず、50分のセッションなんですけれども、それを週に4回は必ずやる。お菓子は食べない、間食をしたい時はヨーグルトを食べるというふうにしたいと思います。あと最後にこれは OK、 やってもいいよっていうことは飲酒です。制限なく飲んでいいよっていうんじゃなくって、2杯マックスっていうふうに自分の中で制限を課して飲酒は OK にしようと思っています。なぜなら私お菓子食べないので、本当に1日の中での楽しみがですね、夜ご飯のワイン2杯っていうのが私の中では癒しの時間なんですね。はい、なのでこれはダイエットも苦しいことばかりだと絶対続かないので、これはですね、私自分の中で OK としてやっていきたいと思っています。やったー、かろうじて40代になりました。やったー。私の理想の48キロになるまで諦めないということで、ですね、ダイエットを続けていきたいと思っています。こんなダイエットしてましたよ、私今までこんなものをこの2週間食べてましたよっていうのを最後にちょっとお見せしたいと思います。
味しそう。はい、これが今晩の私のディナーの方です。いただきます。はい、私のアボカドトーストです。これが今夜の私のディナーです。もうビール飲んでしまいました。これが私のディナーです。これが今日のランチです。グラノーラ食べます。私の晩ご飯です。はい、本日の1食目、納豆、アボカド、卵丼と、あとカリフラワースープです。います。今日のご飯はコロッケです。でも私はコロッケなしです。あ、いいよ。キャベツとお味噌汁、柔らかワイン、うん、でもキャベツにはマヨネーズかけてます。これはご飯代わりになるのかな。半分、今日スープ、これは豆腐とほうれん草と卵のスープ。納豆とアボカド、アボカドの部分にちょっとだけだし醤油、何じゃかな。はい、完成しました。これが私の朝ごはんです。おいしそう。今日から始めるダイエットに関しては、今までやっていたこの9日間の改良版みたいな感じで、この9日間やっていた、食べていたものだったり、やっていたことっていうのをベースにした上で、改善したさらなる、ベターバージョンの、ダイエットをしていきたいと思います。はい、それがですね、ちゃんと目標の48キロに到達できるかどうかっていうのを記録していきたいと思うので、ぜひですね、見てみてください。40代、代謝も落ちてきてすごく痩せづらくなる時期だと思うんですけれども、私も一緒にダイエット頑張りたいよ、私も一緒に痩せたいよっていう方がいらっしゃったら一緒に頑張りましょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、またねー。